どうも、武者です。はい、さあ行きましょう。ゲーム謎の仮面男です。極級ですね。はい、これが2戦目です。ちなみに、いろいろ書いてありますが、一番危険なのは多分、まあ、このコーマ防御魔防を一定時間上昇させる行くぜ強行くぜで、ゲーム野郎がヘイストを消してくる。で、1回目で1戦目で 90% 以上はいった模様。はい、もう倒す直前やったんですけど、最後押し切れずにっていう感じですね。で、ちょっとパーティー変えてきました。はい、あ、 94% までいってたんですね。ちなみに1戦目はビビがいて、でクイナがいて、クイナで踊ってたんですけど、それをやめて、ベアさん連れてきてます。よっしゃ、行こう。ガーネット、プロテガ、エーコシェルガ、バニッシュレイドやって、ここでタックス、タックしてエーコでヘイスが入れたいと思います。やばいのよこれ。でもトランスありきですよね。ここでトランスさせていただいてみたいな感じです。まあ、踏みとど入れときゃ結構安心なので、火力がね、その結構火力必要かと思ってビビ入れたり、まあ、その雷チェーン行ったりとかやったんですけど、まあ、そこまで火力必要な感じじゃなかったんですよ。まあナイトメアとかと違って、こいつは時間かけても倒しちゃいいっていうやつなので、その分楽ですよね。やっぱナイトメアとの違いは、魔石とかともそうなんですけど、魔石も時間かけてるともう本当にヤバくなるんですけど、意外とこいつは大丈夫。ウリア開いた。ゲージもよく溜まります。すごいゲージよく溜まります。でゲージはやっぱある程度使えるんで、ゲージ使いたい人を連れてった方がいいです。クイナとか一個も必殺持ってないから何もできなかったんですよね何もさせずみたいな謎の状態になっちゃったんで。エンハンスレイド、ナイス、サンキュー、もう超、いややっぱ強いわ、強い。アビリティが足りるかも、もう心配。サンダラどうぞどうぞ。魔石いきますか。これは何、ヘカトンケイル。なぜヘカトンケイルにしてるのかはちょっと よくわからないです。はい、タイガー、さあ攻める。ガーネットも言うて攻めます。エイコさえゲージに余裕があれば、それをこう保っていればそれほど怖くはない。あとは継続ダメージ来た時に速やかにそれを解除したいですね。幻突ダメージが来るはずなので、それもちょっと警戒ですけど。ガイアサルボン、スー、めっちゃ効くやん、すげえ効くわ。よし、バーストいきましょう。ここはクイナ必殺でもいいけど、どうしようかな、安全に託そうかな。今回あれでしたっけ、あのスタートダッシュガチャ課金が必要にはなりますけど、 A 子のこの超絶踏みとどのやつね、取れるんですよね。行くぜ、来ました、行くぜが。今日行くぜじゃないから多分大丈夫やんな。ついにですね、ずっと欲しかった方おられると思うんで、欲しかった方はね、ちょっと課金は必要ですけど、ゲットされるのも一つ手かなって感じですね。クエイじゃないっす。物理多めなのでやっときまーす。さあ行こう。ほらもうダメージこんだけ出るんでね。ストームスティール2、今日行くぜ、来ました来ました。ここをフルブレすると、タイミング良かったな。
タイミングよかよか、タイミング非常に強盗強盗強うりゃ、はい、危ない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 。 KR が2万1000回復、結構回復するな。やるやないか、フルブレ OK です。ナイトアビのダメージアップ、ああ結構アップしてますね。いいねいいね。筐体あたり、終わった、危ない。トランスできればそのヘイ、ヘイスが打ち消される、何でしたっけ、ゲームなんちゃら、ゲームエアロが来てからエイコ打ちたいけど、打てるんすけど。強ファイが仕方がねえ、海とどを使ってしまっておりますので、しかも継続ダメになってるっぽいかな。ん、ちょっと待って、分かりにくいんですよね状態が。継続ダメなってますね、すげえ分かりにくいなこれ。オッケーオッケー、じゃあバーストも入りまーす。スーッケー、あ来た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 、ゲームやろうが、これでヘイスガが取れちゃった、結構危ないですね。エイコもう多分いけると思うけど、天使の歌を入れます。そしてぼちぼちブンドル、強ブンドル、これで火力上がった。こちらは下げられた、下げられて、この威力短時間って書いてましたよね、多分それほど長くはない。よし OK、託していく、エンハンスレイド、行くぜ行くぜが来ちゃった。ですいい感じに追い込んでる、ここは待ちますか。安全にね、スー意外とこの活躍してますやつが、煙突ダメージが来る、よいしょ、オッケーオッケー。そしてヘイスガをここまで引っ張りましたけどここでかけ直す、よしよしよし、いけそういけそう、フルブレ、壁が切れてますよね、多分壁やっとかないとまずいか、やるか、今日行くぜ、来ましたよ、フルブレお願いします。とうりゃ、危ない危ない、ごめん許して、やばい、やばいぞ、死んじゃう、フルブレだけは攻めて入れて、ナイス、あー苦しい、あー死んじゃった、いやなんとか、なんか前回も第一戦初戦もこういう感じで苦しくなったんですよね、最後追い込みの段階で苦しくなったので、今まだ踏みとどまるは使ってないと思うから、うまくここから踏みとどを使って、あーストップが来る、はい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 、どうしましょうか、攻撃いくか、穴抜くもいってもいいかなとも思いましたけど、いたたた、ストップ止められております。シーナイス、もうちょいなんだ、
あ、ちょっと待って、ヘイスがもう解除しないとまずいね。ヘイスがてかヘイスト状態になってますね。見てなかった。雷鳴剣、こいつもゲージが余ってしゃあない。食らいまくるからオーバーフローもいけるんですけど、どうしよう、もう次オーバーフロー打つかそれともっていう選択。いや、バニッシュレイド一回打っといた方がいいかな。いや、もうとどめさせに行きましょうか。これはもう時短も次動けるし、ゲームやろうが、これでまたヘイスが剥がされて、ここでも来るんですね。ラムー召喚回復します。よし、今日行くぜ。待ったなし、火力は強烈に上がってる現状。うわ、やばい。もう一回踏みとどまれたら勝てる。もう一回エイコ入れば勝てます。よっしゃー、ギリ。ちょっとあの配置をミスったな。クイーナをあの位置に置いたのがもうそもそもミスでした。時短を置くべきですね。キラーン。オッケー、よし。いやー、ちょっと苦しかったですけど、まあまあ何回か対策すればいけそう。もうちょっと楽にはいけそうです。まあ、A 子強いから、 A 子の踏みとどありきですけど、はい、よしよし、まあよく頑張った、皆さんよく頑張ったということで、はい。ゲームはやっぱまあ優しいですね。ナイトメアよりもマサキゴよりもだいぶ優しく感じます。難易度的には数字350ですけど、かなり優しく感じますね。はい、ということで、今回は無事共鳴メンバーで倒すことができました。見ていただいてありがとうございました。